講和建国パンの写真。講和建国パンを奨励するイラスト。講和建国パンは日本の戦時体制下の節米運動時に米に代わる食料として大日本帝国陸軍が考案したパン。講和パンとも呼ばれる。陸軍領松本省の外郭団体である食料問題研究機関糧友会で節米及び国民栄養合理化のため建国祭の記念食として考案され、紀元2600年にあたる1940年、紀元節である2月11日に正式に提唱された。昭和恐慌時、小学校の欠食児童のために、陸軍領松本省により、各種食材を混入した軍隊式栄養パンが考案されており、これが講和パンの原型となった。材料は、パンの主材料である小麦粉のほか、大豆粉、トウモロコシ粉、海藻粉、野菜、黒砂糖、脂肪などが用いられた。本来は通常のパンと同様、酵母で発酵させて焼き窯で焼き上げるが、一般家庭ではそうした調理が困難なため、酵母ではなくベーキングパウダーを使って蒸し上げて蒸しパンとする方法が家庭向けの簡易調理として奨励された。各種食材を混ぜることで主食と副食を兼用としていることが最大の特徴とされた。1940年に開催された紀元2600年式典でも穀類が不足をきたしていたために講和建国パンが食事として提供され、この時にはパンに混ぜる具材としてじゃがいも、人参、玉ねぎ、海藻類が用いられていた。糧友会では毎週1回または講和奉公日に節米代用食としてこのパンを食べることが図られており、小学校の弁当にも最適とされた。しかし、確かに栄養面では申し分ないが、不備のために普及には至らず、食料不足時代の一時的現象で終わった。ありがとうございます。